私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さっと引かねで。アミンチョウ、ウコサマカンフー、アチョウアチョウしにかない。キャラクター層やヤスノオスさんとあっち向いてホイモン。9月17日土曜は草津ショッピングセンター A スクエアにてお昼2時から。9月24日土曜はピコネ、イワシティピコネ不動産フェアにてお昼12時から。来てな。ヤスのおっさん琵琶湖一周あんや。あさん、こんにちは。夜ぐらないな。どうも。あ、はい、お父さん、ええー、な、手の上わしと一緒やがな。毎日見てんねや。あ、見てくれてんの。テレビ面白い。面白い。うれしいな。はい、エガフェイが見えてきたな。エガフェイ見えてきましたね。一つのこの辺りの目標ポイント、はい、そうですね。長橋、ここエガシラの平和田さん来たらなんかホッとするわ、はい、だからその通称のエガフェイのなんか平和な感じするやろ。もうおっさん、この辺りでやめたらエガフェイ。いや、違います。違うの。タックルはその声聞こえへん。あ、それ聞こえないです。それ聞こえない。まさにスパルタックル。はいはい、探してずっと待っててくださってたんです。ありがとうございます。かなりホカホカなってんだよ。すげえ。お店の唐揚げを持ってきてください。 ありがとう。ちょっとシュールなことになってるけど、ありがとう。ありがとうございます。中津唐揚げ。中津いたら九州。あ、そうです。あ、ほんまに。あ、何が美味しいの。あの、やっぱり元祖唐揚げ。元祖唐揚げ。はい。おいおいおい。やってみよう。お父さん、何ヶ月？5ヶ月。あ、5ヶ月か。ほやほやで来てくれたな。いつもテレビ見てるよ。嬉しいな。こちら、なんていうところ、皆さん。放課後等デイサービス、リンです。で、今日なんかお誕生日のスタッフを言ってくれたです。どなたですか？はい。ハッピーバースデーとユー。おめでとう。おめでとう。ですけど。今聞いたね、このまま。おめでとう。応援に来てくれた人から思ったより早かったわ、追いかけるの大変やったわって時々言われるんよ。あの、ごめんな、わしなごうで。どうも、味は。去年生えてくるやつって言うてて1年間考えて特別な青汁とお茶。あ、つまり速攻じゃなくて長く発酵とかの力で、あんまりすぐ生えすぎるとバレてしまうんで。バレるしな。今は早生えてもええやで。こんにちは。この間放送してくれたやろか。
あ、去年のやつはめちゃめちゃ放送したからな。ありがとう。ありがとうございます。お母さんのトマトを差し入れください。新鮮なトメロよ、トメロ。ありがとうございます。いかでー、今年も。あー、もう。ここ。いつもお世話になってる先生さん。ありがとうねー。バーコード。あ、スキャンせな、スキャン。こんにちは、ありがとうね。お揃いの柄やな。あ、よかった。わし今めげとったよ、坂で。こんにちは。おっさんやで。たくさんの応援に元気をもらったおっさんだけど。毎年言うてるけど、わしの老眼ももうひどなってやな。老眼鏡かけなあかんのちゃうか。あれ、28度とかに見えてるもん今。見たまんまで、28度です。にぎり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 にあかんのじゃ。見てみて、ヤフー天気予報。はいはい。はい、暗夜禁止注意報出てるわ。警報かな。不思議やな、はい、28度で知った途端もうものすごく熱くなってきたわ。そういうことあるよな。ありますあります。どんなことがあったの。そんなこと。いや、なんか、なんとかちゃんはタックのことえって思ってるでとかって聞いたら、その前何も思ってへんかったのに、なんかちょっとこれ意識して教室でどこにおるか探してしまうなんてことがあったから。その気になってくる、まあ、それと同じようなこと。はいはいはい、マジか。わかんないですけど。まあ、そんなん言うとうちに 10m でも進むやろ。はい、進みます。まあ、どうでもええこと言うていくあるけど、はい、なんかどうでもええこと言うて。どうでもええこと、うん、昨日、うん、晩にコロッケ揚げて食べました。ほんま、はい、ケロッコ食べた。ケロッと食べました。どうでもいいっすね。いや、コロッケとケロッコかけたら、あそこ粘りますか。はい、はい、分かってた。分かってましたけど。分かってたぞ。分かってましたけど。ほんま。はい、そんで終わりかい。あ、そうです。そんで、あの、どうでもいい話でした。ほんま、どうでも日でも月でもいいわ。あ、そうですね。はい。この坂を越えれば、いよいよ那須市突入。おっさん、頑張って。毎年検診に行こう。大丈夫。自覚症状がなくても病気が進行している場合があるのよ。検診で早期発見しましょう。元気やからこそ大事やね。ナイスガーイ、挑戦ガーイ、ニュースがいっぱい。街のお店がおもろいで、いろんなことしてらるで。お店の人と話したらおもろいな。うちわし、人道を歩いて盛り上げるで。おっさんたち、また面白い町おこし企画を始めたね。記念すべき第1弾は市役所前町通り振興会の面白ニュースだよ。ちょっと地図で見てみよう。この商店街は離島市の市役所の周辺の町並木のそばにお店が広く点在しているのが特徴なんだよね。市役所前町通り振興会の田中会長にお話を聞いてみたよ。実は離島市にはですね、アーケード街ってないんですね。少し距離はあるんですけれども、そこで商売をやってる人たちがネットワークを作ろうということで始めたのがこの振興会のスタートです。そ
の立東市役所周辺のお店や立東駅周辺のお店など実に65店舗のお店が集まって取り組むイベントが立東バルなんだよね。飲んで食べて楽しんで立東いいとこ新発見だって。お得なお買い物ができる街歩きイベントでもあるよね。新しいお店ができても何の店か分かんないしなかなか行きづらいよなという時にこういう事業をするとですね、一度行ってみようやないかとかいうふうなことで新しいお客さんが増えるというのが大きな目標だと思うんです。もともと古いお店も新しいお店も一緒になって、お客様に向かってですねいろんなもう商品やサービスまたいろんなものを提供していくと、そういう中で知恵を出し合うのがやっぱり商店街のいいところかなと思います。まあ、そういうつながりをこれから大事にしたいなと思います。立東バルのお店をご紹介。第1弾エーネン。うちのバルメニューは自家製タルタルソースエビフライです。楽しく飲んで食べたらエーネン待ってます。ベーカリーアン。ベーカリーアンも立東バルに参加します。イエーイ。私たちのバルメニューはお好きなサンドイッチ1品と洋菓子1品とお好きなドリンクメニュー1品です。たくさんご用意してお待ちしてます。肉の岡山ミートレストラン M。 当店は1階で近江牛を販売し2階で食べていただいております。当店のバルメニューは近江牛のサイコロステーキです。ぜひお越しください。プラスカーサラウンジ。プラスカーサラウンジも立東バルに参加します。プラスカーサ併設ラウンジ、ラグジュアリーな空間で心ゆくまでバル限定メニューをお楽しみください。当店のバル限定メニューはオリジナルキーマカレープレートです。フルーツの甘みと後からピリッとくる辛さが癖になります。皆様のご来店を心よりお待ちしております。にぎやかだよね。安のおっさんも応援に駆けつけたんだよね。次回その模様をお伝えします。立東バルの楽しみ方、まずバルチケットを購入してね。開催当日マップを片手にお店へゴー。バルチケット1枚でバルメニューが楽しめちゃうよ。バルチケット1枚600円なんだけどありえないくらいお得なメニューが勢ぞろいだよ。人気店は急がないと売り切れちゃうかもよ。でもチケットが使い切れなかったり当日参加できなかったら大丈夫、ハトバルっていうのがあるんだよね。詳しくは立東バルのホームページで確かめてね。立東が面白い。9月22、23、24の3日間立東バル開催。バルチケット買ってマップ見て街を歩こう。立東バルで検索。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ。 YouTube で見てな。